芋全員1年ぶりに出演させていただいておりまして、名前ぜひ覚えていただきたいんですけど、よく芸名ですかと言われることがすごく多いので、ちょっと説明させてください。で、糸編に旬な食べ物の旬で、あや、あんまり豪華絢爛の剣の字ですって言うと分かりませんって言われちゃうんですけど、糸編に旬な食べ物の旬であやで、音楽の音と書いて本名であやねという名前で歌を歌っております。母がつけてくれました。新庄生まれの母がつけてくれました。父が佐賀へでして、生粋の山形人なんですけども、山形、もっともっと音楽であふれたらいいなと思って私も活動しております。今日も芋天で歌えることがすごく嬉しいです。当たり前なんですけど、関東で芋天って言っても全然伝わらなくてね、何ですかってね、天ぷらみたいな感じなんですけども、もう天童にはなくてはならないこの芋天で歌うことができてとっても嬉しいです。最後までどうぞよろしくお願いいたします。私は小学校の時からオーディションを受けたりしていて、音楽の道に進みたいなと思っていろいろと試行錯誤しながら、壁にぶち当たりながら、自分のやりたい道をずっと突き進んで、母には早く帰ってきて山形で孫の顔を見せてっていつもいつも言われてるんですけども、それを知らないようにして、自分のやりたいことを本当に貫いてますので、いつか親孝行できたらなと思っておりますが、バラードとロックが歌えるシンガーにもともとなりたくて、XJAPAN とかが大好きだったんですね。で、CD にはロックの曲もあるんですけど、今日は遅くなのでフリーライブなので、バラードちょっと多めでいきたいなと思います。さっき怨念型の、萌えちゃんが元彼に対する思いを歌ってましたけど、私は結構妄想型というか、結構妄想して自分で曲を作るのが好きでして、曲バラードでラブソングをお届けしたいなと思います。オレンジ色の砂時計です。Thank you.
まりフリーライブで歌ったことがないんですが、オレンジ色の砂時計で自分のオリジナル曲を歌わせていただきました。シンガーソングライター